水郡線。水郡線は、茨城県水戸市の水戸駅から、福島県郡山市の朝霞久市西駅までと、茨城県中市の上、菅谷駅で分岐して、茨城県日立大田市の日立大田駅までを結ぶ、東日本旅客鉄道、JR 東日の鉄道路線、地方交通線である、奥久寺清流ラインという愛称が付けられている。2014年4月1日から、水戸駅。 日立大悟駅間、上菅谷駅、日立大田駅間が旅客営業規則の定める大都市近郊区間の東京近郊区間に含まれている。また、三戸駅、上菅谷駅、日立大宮駅、日立大悟駅、日立大田駅で IC 乗車カード、スイカ、相互利用可能な IC カードを含む利用可能駅となっており、これらの駅の相互間、 またはこれらの駅と水戸駅以のスイカエリアの駅との総合間で利用できる。線内ではこれらの4駅以外では IC カードは引き続き利用できないほか、朝霞久市聖駅方面へのエリアをまたぐ利用もできない。朝霞久市聖駅を除き、東日本旅客鉄道水戸支社の管轄である。朝霞久市聖駅は、同社仙台支社の管轄であり、岩木森山駅。 朝霞久市聖駅間、水戸起点 135km 地点、阿武熊川を挟んで東側に、支社協会がある。水戸駅と朝霞久市聖駅、それに直通運転先の郡山駅を除く、仙内全駅にトレインロケーションシステム、お知らせくんが設置されている。水戸駅を出ると、すぐに、常磐線から分岐して北上をする。この直後、台地を抜ける霧通しは、 水戸城の空堀を利用したものである。この区間は、水戸のベッドタウンであり、住宅地と農地が混在する平地を走行する。比較的こまめに駅が設置されており、駅間距離は1から2キロメートルと短めの区間が続く。ほぼ国道349号と並行している。ただし、水軍線は旧道に沿って建設されたため、後から開通したバイパスからは離れており、 バイパス沿線に多いロードサイド店等の利用には何があるこれは常大宮市の国道118号バイパスについても同様のことが言える。このため、折からの利用者源も相まって水軍線沿線周辺の空洞化が課題となっている。また、東区間以北も含め駅に通ずる道路が狭いところも多い。なお、国道6号及び 上磐線まで 5km 強程度と比較的近くを走る地域もある。水戸駅と上、菅谷駅以外の駅はすべて無人駅であるが、この区間の無人駅には、すべて簡易自動券売機が設置されているため、列車に乗る前に乗車券類が買える。下菅谷駅はかつては、簡易宅駅となっていたが、現在は無人駅となっている。ただし、簡易自動券売機も、稼働時間が決まっている。 おおむね列車運転時間帯は稼働している。また簡易自動券売機では当日の100キロ以内の片道乗車券しか発売していない。上、菅谷駅は水軍線の途中駅において乗車人員が3位、2010年度となっており、本数が減る日立大田駅や日立大宮駅より少ない。水戸日立青谷の中川橋梁は、 過去の堤防が低い時代に加強されたため、堤防を掘り下げた構造となっている。大雨の影響で中川が増水した場合は、防水門で橋梁が封鎖され運休になりやすく、また、中川橋梁が増水した河川の流れを阻害しているため、洪水、老朽化対策として隣接する水婦橋と共に2011年4月10日、完成予定で掛け替え工事が行われていた。しかし、 同年3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震、東日本大震災の影響で、水軍線も、普通となり、旧橋梁、新橋梁ともに損壊を受けたために予定が変更され、線路を新橋梁経由に切り替えて、同年4月15日に復旧した。上、菅谷駅で、郡山方面と日立大田方面に分岐する。日立大田方面は、大田市線。 大田線などとも呼ばれているが、歴史的には、こちらの方が古く、上、菅谷駅からは直進するルートとなっており、引き続き道349号と、ほぼ並走する。主に朝夕の通勤、通学時間帯は、水戸日立大田間の直通列車が運行されるが、それ以外の時間帯は上菅谷日立大田間の運行となり、水戸へ向かう際は、上菅谷で乗り換える必要がある。 上エス日立大タ間は上下列車が行き違いできる交換設備を持つ駅がなく、終着の日立大田駅も一面一線の構造であり、この区間には上下列車合わせて一本の列車しか入線できない。そのため朝夕の通勤・通学時間帯を含めて1時間に1本の本数に止まる昼間は約2時間約時間帯もある。この区間は主に農地が目立ち、駅周辺に 小さな集落が広がるのみで途中駅の利用者は多くない。ほとんどの利用者は日立大田に集中しているが、日立大田駅は水軍線のみが発着する駅としては乗車人員が1位2010年度であるため、ミッド日立大田間の旅客輸送は水軍線の営業収入において大きな位置を占めている。特に日立電鉄が廃止された後は、 日立大田市街への唯一の鉄道路線となっている。上菅谷日立大宮間は、三戸の近郊区間としての特色が強く、1時間に1本程度の本数が設定されている。農地が目立つが、駅周辺は、住宅地が集積している。上菅谷から西方に分岐し、茨城県道31号ウリズだらダラ線に、総用に旧ウリ町方面に進み、ウリ駅付近からは、 国道118号と並行する。日立大宮駅は水軍線における水戸近郊圏の北限で途中駅において乗車人員が2位2010年度である。日立大宮駅より先は九時川と並行して闇溝山地に分け入るように進み、勾配、カーブの連続で山岳路線の雰囲気が色濃くなる。沿線の至るところで9時川と交差する箇所があり、 車窓に川もが映る場面が多い。沿線人口も希薄となるため、各駅の乗車人員はかなり少なくなる。沿線、特に、第五町には、日本三名瀑の一つである、袋田の滝や、奥久慈温泉郷、闇沿山などの観光スポットが多くあり、沿線住民の利用者に加えて、観光での利用者も多い。そのため日立大宮。 日立大駒も1から2時間に1本ほどの列車が設定されており、水戸への通勤、通学が可能な県内の北限とされる。闇添山地と阿武熊高地の間を走行する。山地を走行するが、一般的な山岳鉄道とは異なり、トンネルは少ない。山間部を縫うように走行するため、制限速度時速 55km 時速 70km ほどの曲線が多く存在す。 いわき石川より先は、東北本線と2の5トルほどの距離を置いて、並走する形態となるが、両線の間に流れる阿武隈川によって利用者の住み分けができている。沿線の途中に、福島空港があるが、最寄り駅から空港への路線バスが設定されていない。ことや、空港の利用者数が極端に低いこと、この区間の水軍線の本数が少ないこともあって、水軍線は、 福島空港へのアクセス路線の機能は担っていない。水軍線の終点は朝霞久市聖駅であるが、すべての列車が東北本線に乗り入れ郡山駅まで運行される。線路名称上は朝霞久市聖駅が終点だが、同駅で折り返す列車はなく、全列車が東北本線に乗り入れて郡山駅発着で運行されている。 長らく土曜日は平日ダイヤでの運転であったが、2019年3月16日のダイヤ改正で土曜日は休日ダイヤに準じるようになった。ただし、夕方のみと初日立大宮行き列車一本が平日のみの運転であるみで、他の列車の時刻は全日共通である。これ以前は休日運休の日立宮発着列車が夕方に上下各一本、2019年の ダイヤ改正で平日下りのみの運転となり、土曜休日は廃止あったほか、早朝の日立大御発三戸駅列車が休日運休だった2007年より毎日運転か。全体的にはおよそ1から2時間に1本程度の運行であるが、三戸駅から上菅谷駅、日立大宮駅間は1時間に1の2本運行されている。三戸駅日立大宮駅、日立大吾駅間と上、 菅谷駅日立大田駅間の区間運転列車も多い。日立大門駅郡山駅間の本数は水軍線の中でも最も少なく3から4時間ほど運行されない時間帯がある。水戸駅郡山駅間を全線通しで運行される列車は1日に折り5本、上り6本のみである季節列車を除く。他に日立大門駅で接続する列車が上下に各1本ずつある。 2017年10月14日のダイヤ改正により、日中は、水戸駅日立大宮駅間が1時間に1本、日立大宮駅、日立大五駅間が2時間に1本となった。支線の日立大田駅発着列車は朝夕を中心に、水戸駅発着が設定されているが、日中や夜間は上、菅谷駅日立大田駅間の支線内の往復運行となっている。 おおむね1時間に1本ほどの運行である。早朝と深夜に上、菅谷駅日立大田駅間に回送列車が設定されている。水戸駅から上、菅谷駅間は、水戸駅郡山方面の本線筋の列車のほかに、水戸駅日立大田駅間の支線方面の列車も走行するため、水郡線において列車密度が一番高い区間である。1時間にあっラッシュ時は3本。 日中は一本運行されている。郡山側では、前日の全区間運行列車の他に、日立大護駅郡山駅間の区間列車が下り三本、上り二本、水戸駅に、連絡と途中の岩木石川駅で翌朝まで、留置される岩木石川駅郡山駅間の列車、一往復がある。また、上りは、夜21時台の郡山発岩木となぐらいき駅で、 そのまま留置され、翌朝6時過ぎに、岩木と名倉発、日立大吾駅となる運用がある。日中時間帯に、日立大吾駅郡山駅間で1、往復増発される日、と休日及び、沿線学校の変速時間割の日などがある。列車は1から4両編成で運行されており、ラッシュ時は3から4両編成が多い。また、列車によっては平日と土曜、 休日で編成が異なる場合がある。三戸駅、日立大茂駅、日立大田駅間は主に2から4両編成。日立大茂駅、郡山駅間は1の3両編成で、運行されている。かつては5両編成も存在していた。最終列車は、周辺路線と比べると早く、三戸発の下りは、三戸線、22時半の下立駅を除く路線が23時台に、 設定されている中、日立大護行き、日立大大気接続の22時半であったが、2017年10月14日のダイヤ改正で45分ほど繰り下げられ、23時台に日立大宮行き列車が設定された。上り列車の見時は21時台で変わっていない。全区間でワンマン運転を実施しており、ワンマン列車は一両、または二両編成で運行されるが、 休日を中心に増結があり、時刻表にワンマンと書かれていても実際は、ワンマンではなく車掌が乗務していることがある、スーマン運転。また、ワンマン列車でも、車掌のネームプレートをつけた乗務員が乗車することがあるが、この場合、車掌は、切符の販売、安全確認、乗り換え案内放送などを行い、ドアの開閉は運転士が担当する。車掌乗務のワンマン列車の場合、 車両がワンマン運転が困難なぐらい混雑するとワンマン運転を取りやめることがある旧来の車両はドアが片面に二つしかなくそのドア付近に乗客がたまりやすいのも一因であったこの場合取りやめた駅からは通常の列車と同じになりドア扱いを車掌が行うため無人駅でもホーム側の全ドアが開くようになるなお中央のドアは無人駅では 乗降扱いを行わない。春の行楽シーズンや秋の多い子の紅葉シーズンには、臨時快速、ブラリオククジ号やトロッコ列車の風子号などが運行される。また、1990年代には、常磐線松戸、阿ビコから日立大後までキハ40系やキハ58系を利用した、ホリデー快速が運転されたこともある。 以下の各急行列車はいずれも1966年まで、準急列車。各年度の平均通過人員、旅客運輸収入は、以下の通り。蒸気機関車時代は、ミッド機関区の8700型や8620型が、客家列車牽引に使用されていたが、1960年に DD13 型ディーゼル機関車が投入された。しかし、同形式は、 客車暖房用の蒸気発生装置を持っていないため、大正末年製造の古参暖房車ホヌ30型も、水戸に配属され、当機は、機関車の G に連結されていた。これでは無煙化の意味がなくなるため、1971年、五路で1型に代替され、暖房車も廃車された。便宜上、朝香久市西側の全列車が直通する、東北本線郡山駅までの区間を記載。 なお、東北本線内の貨物駅は省略。朝日久し製駅郡山駅間は、東北本線。括弧内は、起点、水戸駅からの営業記録楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。